のにこうやって初めてこうやってされましたすいませんフェイキーのミカコスイユとヒラシーです。よろしくお願いします。っていうから本当にめっちゃファンで、ね、ファンのチャララチャチャチャラチャ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 ララチャ新曲のあと土曜日ドラマの主題歌の99ラインあすいませんでした。え、まずごめんなさい。もう一回いきます。はい、99。あと、もう一個前の曲なんだっけ、もうずっとライブラリに入ってて。リトルマじゃない、あれ。どれでしたっけ、ザライトじゃない。ザライトもめっちゃ聴いてて。あと、なんだっけ、フォンテイロイのライブラリに入ってんの。ちょっと待って。あ、流しちゃったらやばい、著作権やばい、ちょっと待ってもう本当に好きで、もう全部聞いてんの。仲良 い友達とかいますか。有名な本当に壊滅的なんですけど、レイキ本当に友達じゃなくて。え、そうなんですよ。だから私もロイ君くらいしか今日ちゃんと話せる人いないかもしれない。え、でも聞いてください。え、ひなちゃん、ロイめっちゃマブなのね。なんだけど、もう本当に LINE が返ってこない、ね、なんで。じゃあこれは寂しい、本当に悪い癖なんですけど、私 LINE を本当に貯めちゃうんですよ。けど本当にロイ君も最近忙しいでしょ。だから合わせていきましょう。え、そう、でもめっちゃ優しいから、いつもインスタとかで、ね、反応してくれたりとかね、コメントとかめっちゃしてくれるんだけど、あれ LINE なんか半年ぐらいかけた今年はご飯行きましょうよ。本当に本当に行くの、ね、行きます、約束します、ここでね、もうなんかもう今度全員できちゃえば、え、ね、当時だね、5人でライブとかやりたいね、やってほしい。え、前で一番前で陣取るね。本当にちょっと大丈夫です。え、なんか後ろに人も分かるので、ね、それは大丈夫ね。目の前で見たからガー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 見たかったんだけど、嘘じゃあすいません。 LINE の友達とかは何人ぐらいですか。え、何人だろう。私も本当に友達少ないんで、もう身内しかいないんで。え、じゃあ30人とかかもですね、リアル30人。私もでもそれ50人いないかもしれない。でも地元の友達とかは、中学校の時から増えてないんですよ、東京に出てきてから。そういうこと。ずっともうメンバーと一緒にいるから友達いなくて。え、でもいいね、なんかもう絆みたいな、ガチの友達がいればいらないもん。そこで完結しちゃってるね。そう9人で大体。え、じゃあいつもよくみんなでご飯食べに行ったりとか。え、みんなで住んでるわけじゃないんでしょ、一緒に。絶対住みません。絶対住みません。なんで嫌なんだよね。そうで、プライベートも実際遊ばない。そう。え、そうなの。本当に毎日いるんで、うん、遊ぶっていうのがない。わざわざじゃあお休みの日っていうのがないですね。もう家族だよね。ですね。あ、でもなんかちょっと安心しました。いや、なんかやっぱルオステルミート返して、やっぱ平均の絆深いんだなっていうのはちょっと。それはそれだけはね、うん、間違いなく。これからも、はい、応援してます。こちらこそ。お願いします。ありがとうございます。ぜひライブに遊びに来てください。え、本当に行きたいです。行きたいです。本当に行きたい。え、ちょっと、ね、本当に。出禁になっちゃったらどうしよう。